中井隆治プロデュースの、HPS 2年目の HPS になるんですけど、本人からして言わすと全く違います。全くの別の板として捉えてください。1年目はできるだけフレックストーションを柔らかくして細かい操作性、自分でスノーボードを操作するという意味で極限までに、トーションをソフトに設定しました。で、2年目のこの HPS、 アウトラインとソールデザインというのはそのままなんですが、ノーズテールにこのような V 型にカーボンを入れています。そうすることで細かい操作、マニュアル的な操作はそのままで、ビッグマウンテン、アラスカのようなビッグマウンテンだったり、ハードな荒れたバーンでも安定感を出せるようにしています。一般的にはマイナーチェンジと言われているんですが、先ほども言ったように高原本人から言わすと全くの別の板だからこそ、1年目去年ですね、 HPS を買った方は2年目も乗り味がいいから欲しい、そして2年目去年買えなかったからこそ今年の HPS を欲しい、そう思ってもらえるような中井のこだわりが詰まった、自信作です。これが2年目の HPS 高です。